ミクちゃんたちライブやってないみたい。これなら今日2人で練習する場所貸してもらえるかも。そうね、早速どこを練習に使っていいか聞きに行きましょう。うん、一緒にコソ練頑張ろうね。コソ練？え？あ、コソコソっと練習することだよ。まあ、そういう風に言うのね。知らなかったわ。みのりちゃんは物知りね。そんな、それほどでも。あ、あそこにりんちゃんがいるよ。りんちゃん！わっ！あら？もしかして練習中だったのかしら。からね。じゃあ、リンちゃんも私たちと一緒だね。コソ練仲間。そしたらまずはカウントを取ってゆっくり確認してみましょう。うん、じゃあ1、2、3、4。腕の振りは早く、右左右左。あれ、こうかな。やっぱりちょっと違うような。あ、ここがなかなかうまくできないのよね。愛梨ちゃんたちは左右に壁があってそれを押してるようなイメージでって言ってたけど、うん、うまくイメージできてないな。そうだ、え、そうね、やってみましょう、みのりちゃん。体全体の重心も大きく変わるのね。ほんと、全然気づかなかった。だから腕だけ動いて変な感じになっちゃってたんだね。もう一度やってみましょう。え、ぺぺ？腕の動きはバッチリだね。でも何か物足りないような。どうしたの、リンちゃん。きっと。確かにそうかもしれないわ。完璧に踊ることにばかり集中しちゃって。もちろん完璧に踊ることは大事なことだけど、お客さんに楽しんでもらうってことを忘れちゃダメよね。私たちもう一回やってみる。うん、やったね。
切なことに気づかせてくれてありがとう。とっても助かったわ。もちろん。バレてたの。完璧に隠れてたつもりだったのに。気になるっていうか、練習うまくできてないのを悩んでそうだったから。下校時間ギリギリまで練習してたから、自主練するならこの世界に来るかなって思って。うんうん。それでそのどんなアドバイスをしてくれたの？二人とも動きがすごく良くなってたわ。私も教えてほしい。私たちあまりいいアドバイスできなかったから。本当に？でも私たちがアドバイスした後、二人とも悩み込んでこっちにも相談してくれなくなって。それは二人それで遠慮してたの？いくらでも頼ってくれていいのに。本当よね。私たち4人は同じ夢を持った仲間なんだから。うん。それに私はもっとみんなに返したい。みんなが思いを取り戻させてくれたから、私はまた前を向けた。だからその分みんなの力になりたい。そうね。でも先に。確かにそうね。助け合うことは大事なことだけど、追いついてくるのを信じて先に進んでいくことも時には大事なことだよね。支え合うだけじゃなくて引っ張り合える関係ってことかしら。雫たちに追いかけてもらえるなんて光栄だわ。そうだね。追いかけてもらえるなら私たちは全力で走らなくちゃね。そうと決まれば帰って自主練ね。あとは
来月までの練習メニューも考えましょう。ありがとう、リン。どうすればいいのか分かってきたよ。Okay.